皆さんこんにちは、シンガーソングライターの堀内健三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2024年7月21日日曜日、今日は峡谷宮津市の応援に来ております。今日は宮津市政70周年を記念して、間もなく、小松空港を飛び立ったブルーインパルスがこの、宮津上空に来て展示飛行を、見せてくれるということで、私も人生で初めてのブルーインパルスの展示飛行を見させていただくために、今朝京都を出てこの宮津まで来させていただきました。ここからちょっとどういう風に撮れるかわからないんですけども、ちょっと綺麗に撮れましたらまた皆さんに紹介させていただきたいと思いますので、間もなく、到着するブルーインパルス楽しみに待たせていただきたいなと思っております。
Thank you.
人生で初めてのブルーインパルスの展示飛行感動いたしました。もうなんか DNA レベルでなんかもう訳もなくなんかこう感動が胸の奥の方から湧き上がってくる、そんな気がいたしました。改めて航空自衛隊ブルーインパルスの凄まじいその飛行技術の素晴らしさに感動いたしました。宮津まで見に来させていただいて本当に良かったです。宮津のこの海の香りの中、またこの素晴らしい展示飛行を見させていただくことで、なんか胸の奥の方から湧き上がってくるものがありました。本当にありがとうございます。そしてまた宮津市政70周年本当におめでとうございます。また宮津の方にもなんか、足を運ばせていただきたいと思いますし、この海の素晴らしさもまた皆さんに伝えさせていただきたいと思っております。今日は宮津市政70周年を記念してブルーインパルスの展示飛行を見に行かせていきまして、ちょっとあまりのスピードにちょっとスマホで追い切れないところがあったんですけども、撮れたところだけでも皆さんに紹介させていただきたいなと思いました。皆さんにこういう素敵ななんかこう、紹介させていただきたい映像が撮れたら紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。生まれてきてよかった、君と出会えたから、生まれてきてよかった、君と出会えたから。